みんなにとって良いものでなければそれは全くもって良いものじゃないよとそういう教えで皆さんがこう共同してケアをお互いに助け合っていくっていうことが豊かさを生むっていうことを人々に今伝えています。 お金がない形で自分のスキルをポイントで交換し合うみたいな仕組みができていたんですけども私たちが奴隷化されてきたようなそういったすべてのシステムを逆に私たちが使ってそこからなるべく大きな豊かさを得ようというそういったアイディアなんですですから過去は変えられないんですけれども未来は変えられるそれが私たちの,あのテーマですねはい、えー、今日はですね えー、お金のない世界ということで、そして、それがね、人類を最大に幸せにするんだ、という、そんな話をしていきたいと思います。今日は素晴らしいゲストにお越しいただいております。マイケル・テインジャーさん、よろしくお願いいたします。 ありがとうございます。今日はお招きいただき、とっても嬉しいです。こうして私の考えていること、シェアできること、そして Ubuntu のワンスモールタウンということのコンセプトをシェアできるの嬉しく思います。はい、ありがとうございます。あの、早速なんですけども、このマイケル・テインジャーさんの Ubuntu というね、本を私も読まさせてもらって、すごい感動を覚えたんですけども、この Ubuntu というのは、もともとですね、アフリカの概念ですね。みんなにとって 良いものでなければ、それは全くもっていい良いものじゃないよと、そういう教え、それをアフリカではウブンドゥーと呼んでいますが、まあ、それをですね、実際に具体的にこの世界において、じゃあ何が問題で、どこをどういうふうにしたら、そういった理想の世界ができるのか、お金のない世界ができるのかということを、えー、まとめてくれてるんですね。 そしてこの本自体は10年ぐらい前ですね。10年以上前に書かれてるんですが、それがもうもはやもう世界中でね、翻訳されて、そして日本でも、えー、それ読むことができて、そして私たちも、えー、それをどうやって新しい世界を作っていくかということを、今本当に具体的にですね、えー、考えているんですで。そんな中で、今日は、まあ、いっぱいね、ちょっと質問をしていきたいと思うんですけども、まずはですね、マイケルさんは、もともとですね、この 世界のお金に対する問題点をいつ気がついたんですかいや、Very important question です。今の質問、とても大事な質問で、たくさんたくさん意味があるので、まずはとりあえず早めにお答えしますと、これはです、ね、世界的な現象で起こってきています、今。でその昔古代の文明ですね、ここの今すべての古代の文明に、あるステージでこのイベントにつながるアイディアが、そこにつながるものがあったと考えています。 であのもうこの遺跡からですねたくさんの証拠が見つかっているわけですね。で、このえもう本当に何千年、何十万年前からあるこの証拠、これがですねあの復元されてきていまして、みんなが調和の中で支え合ってえ、お金がない世界というのを実現していたで、みんながそのコミュニティがみんなにとってえ貢献できるような、そういったシステムがもうすでにあったわけです。うん え2004年2005年にですね新しい本スレーブスピーシスオフコットという本を書いていたんですけれどもそこで新たな発見をしましたえそこで気づいたことっていうのはそのお金についてですね我々が今まで学んできたこと学校で教えられてきたことはそれが起源ではないということそこに起源はないということがわかりました ソマリアの,です、ね、その遺跡だとか情報だとかからです、ね、6000年も前からお金に関する考え方があったという,ふう,に、えー、いうことが発見されています。そのソマリアのタブレットというものですね、あの,の遺跡だと思うんですけれども、そこからやはりその何千年も昔、6000年昔から、えー、王族の地位というのがもうすでにあったという,ふうに証拠が残っています。 そこに書かれていくのはですね、そのキング、王様というものは神様から降ろされたものだというふうに書かれています。ですから、その王国自体というのが神の世界から来たもの。で、その神の世界から来たものが人間を管理するというふうなことが書かれています。 でこの神様から送られてきた人というのが寺を作ったというふうに書かれてましてでその寺には人を殺すようなひどい目に合わせてしまうということも書かれています。でこの人たちが最初に武器もあり意見に反対する者たちを神のお金というものを吸ってみんなに配給したということです。うん ですからこのお寺の,このエッセンスですね、この記載からすると、この一番最初に王になったお寺の方ですね、このキングがですね、まず1つ目にルールというものを作った、規則というものを作った、そして反対する者に罪を、罪を。 財名ををつけるとということをしたそれから銀行というものを作ったというふうに言われています。えー、でこれ一番ショックだったのですが、ね、この昔のこの、えー、記述から分かったことなんですけれども、その当時お金がどういうふうに構築されていたかということは、今現在と全く同じようなシステムで構築されていたということがとてもショックで今から説明します。で、えー、これが初めにスタートしたのはですね、まず人々に金や銀を、えー、寺に持ってくるように 持ってきた人には細かにこの人が何をいくつか持ってきたというのを記載しましてその方に土のようなものが出てきたもの文字が書かれているような土の,の塊みたいなものを渡したわけですね。でこのキングという方がそれ一番最初にしたということがこの経済システムを作ったということなんです。まるで1700年代にロス・チャイルドがやったようなことですね。それからあの銀行を作りそういったシステムを 作ったことで人々に交渉するようなツールとして使うようになったわけですね。これはまさに今の現代と全く同じようなシステムだと思います。まあ、そこで気づいたのがですね、このお金っていうのは全くもう3何千年前から進化していないということです。この交換したり貿易したりということをしていまして、私たちは進化していると考えていますけれども、それは一切進化というのはないということですね。でお金の始まりというのは本当にそのもうまさに。 決まったような昔の,その時間、そして決まった場所から始まったわけですね。でこの、まあ、いわゆるお金の奴隷化というところ、ここに気づいたわけなんですね。なので、このシステムというのはエリートが作ったもの。ここから私たちがあの脱却していかないと、これの奴隷化というのはもうすでにずっと続いていってしまうということです。うん、そのお金についてのね昔から実は今と同じような。 もう仕組みだったっていうのは確かにびっくりしましたけど、で、さらにね、まさに一番最初のそういった王族たちは、実はね、あの選ばれしい人で、で、さらには、それを、まあ、大元をね、辿っていく、本当にこの真の歴史っていうところ、僕も大好きなんですけど、えー、そこを遡っていくと、実は、まあ、人類がね、えー、DNA 的なところからの操作みたいなところまでいくというふうに、まあ、 書いていてたんですけども僕もそれは同感なんですけども、そこについてもちょっと教えてもらいますかはい、もちろんです、えー。ここに本当にたくさんの証拠があるんですけれども、人間はクローンであると、DNA は書き換えられているということをですね。残念ながらこれは大学で教えてくれません。私の個人的な知り合いの、まあ、科学者だったり、えー、も、えー、はっきりと言ってるんですけれども、人間というのは進化したのではなく、たくさんの 種が混ざり合ったものであるといいう,うに断言していますでソマリアの本にも書いてあるんですけれども、このアヌーナというふうな本あの文献がありまして、これはあの昔の古代のキャラクターに出てくる登場人物なんですけれども、この地球上にあるこの種ですね、これをこのアヌーナという。 神が持ってきたというふうに言われてまして、これをクローンとして生んだのがアダムって言われています。まあ、あの聖書に載っていると思うんですけれども、このアダムというクローンを使って、金鉱で働かせるための奴隷だったというふうに書かれています。うんまさにねあの、僕もそれは何,何とかね、そういった本も読んだこともありますし、なんとなくその金をね、採掘するためにっていうことで、っていうのは、えー、よく、えー、理解してます。で、さらにね、そこから、 ちょっとお聞きしたかったのが、えー、もともとマイケルさんが、えー、こういう、この、u b u n ゥ u を知ったきっかけの話っていうのをちょっと聞いてみたいですね。 この2005年に私が考えたこの案ですね、運動という考え方なんですけれども、もう20年経って本当に多くの進化を遂げました。でお金がない世界を作るというこの運動となりましたし、これを一人一様に皆さんに教えることになって、皆さんがこう共同してケアをあのお互いに助け合っていくということが、あのとても豊か,豊かさを生むということを人々に今、伝えていますので、一人よりもみんなでやる方が、えー うの結果はとても大きく入っているということですねでこの政治ではこれはちょっとできないということが分かりましたのでこのワンスモールタウンという小さな コミュニティを作りまして、ここで民間でやるということが一番手っ取り早いというふうに結果がということになりました。ここでは人々が皆さんの話をして決めていくという解決方法がとても早いですね。ですので、深めていくことができるということがとても簡単にできるシステムになっています。この あのタウン自体ですね、この町自体が、えー、これからあの社会の循環ですね、豊かさと繁栄を循環する、貢献するということの,あのとても良い例になると思っています。英語が話せる方はぜひ、oneSmallTown.org というウェブサイトを読んでみてください。で日本語のサイトも,もうできるだけ早く作りたいなというふうに思っています。 でこのステージがです、ね、とても進化していましてあの、運動になっている、世界中でいろんな人が、えー、進化を遂げている、そしてあのこのアイディア自体、ですねこの案自体がとても大きなムーブメントになっている状態です、今。で、ほかに20の国で大使が今いまして、21のプロジェクトをローンちょうどです、ね、僕たちが、まあ、今、コミュニティをやっているんですけれども、 その中で、まさにお金のないやり方っていうのをずっと模索してました。で、その中で、えー、今までも、例えばこう、お金がない形で、まあ、フリーマーケットのように、えー、自分のスキルを、まあ、売り買いとか交換し合い、ポイントで交換し合うみたいな仕組みができていたんですけども、さらにそれを、まあ、ブロックチェーンとか、そういった形でできないかなと思っていたときに、 まあちょうどこのお話が僕もね、知って、あ、これは何か、そういう形で、まさにね、新しい世界のお金に変わるものとして使えるんじゃないかなと思ったんですよ。えっと、ここ、すごく大事なあの質問だったんですけれども、よく皆さんあの間違えてしまうあの考え方なんですけれども、このワンス s ー a l l っていうのは、お金を全く一切使わないっていう世界ではないんですね。 それどころかちょっと反対とも言えるんですけれども、このワンスモールタウンというのは、今まで学んだこと、技術だとか、そういったものをすべて詰め込んだ経済もビジネスの始め方もですね、すべてのこの学んだことを詰め込んだ世界なんです。ですから、その構造としましては、そのですね。 例えばお金だったりとか私たちが持っている規則ですねとかあとはですね会社を起こすだとかそういったことを全ての今まで私たちが奴隷化されてきたようなそういった全てのシステムを逆に私たちが使ってそこからなるべく大きな豊かさを得ようというそういったアイデアなんです。 ブロックチェーンっていうのはまたいいアイデアだと思うんですねで。我々もやりました IT プラットフォームでやったんですけれども世界中のワンスモールタウンのすべての管理マネジメントをそこでやろうとやったんですね。 わかりやすすく説明しますと私たちがやっていることはまずリーダーをすべての管理してくれるリーダーをまず1人決めますそしてその方が大使となりましてのあの町の方にです、ね、メッセージを伝えるんですけれどもその方たちがそのブロックチェーンにサインアップするそのメンバーになった方たちというのがそこであの毎週必ず3時間の労働プロジェクトに対する貢献ですねを使うんですねでそれをそういった形でプロジェクトを運営しています 想像していただきたいんですけれども、例えばそのタウン、街で,です、ね、1万人いたとします。1万人が1週間で3時間ずつ働いたとすると3万時間、これが無料,の無料であの働いてくれるということになるんですね。でこのの無料の えー、人件費。これはどんな大きな会社でも勝てるわけです。私たちがそれをコントロールして決めれるので、これにあの戦えるというかあの、競争できるような会社というのは、まあ、ほとんどないかと思うんですね。払えないんじゃないかと思いますね。で、この無,料無償の,あの人件費というのが、このワンスモールタウンのコミュニティ。 で,えー、できるだけ多くのビジネスを始めて、できるだけ多くの方をが、えー、そこに貢献できるようにする、そういうことで大きな成功、そしてもっと大きな豊かさを回ってくるようなシステムにしています。これあの、皆さん、どなたでも入れますので、この世界中でのこのコミュニティがつながることができますし、助け合っていくことができるので、あの会社になっていただけることもできるんですね。であのその設定は私たちが お手伝いすることができますあの、またね、私の方でも一回、あの、ちょっと登録してみましたんで、いろいろ使いながら、またご紹介していきたいと思います。なんか私たちのチームで何か一個やってみたいですね。 はい、あの、イメールなんかでコミュニケーションを取りながらやっていけたらと思うんですけれども、まずあの、英語をしゃべれる大使の方を探すということはすごく重要で、まあ、フランスやイタリア、メキシコなんかでも英語をしゃべれない方もいらっしゃいますが、えーまあ、その国で言葉を英語を使える方、英語のバリアがないように、そういった方を見つけてコミュニケーションを取っていくことが大事になっていくと思います。あとじゃあ、あの、一回ちょっと本の方に戻っていこうと思うんですけども、 えー、そのフリーエネルギーのね、えー、お話がありまして、やっぱ今って、ね、なかなかこう、まあ、コントロールされた社会の中では、えー、本来は使えていたであろう、そのフリーエネルギーっていうのが、なかなかこう、まあ今使えない状況であると。で、それっていうのは、まあ今後ね、どのような形になっていくかなっていう、その辺についてはどう思われますか あとてもまあ大事なトピックでもあるしまたあのとてもまあちょっと危険な質問というかトピックでもあるというのを、えー、知っておいてほしいんですけれども確かに大事なエリアなんですけれどもまるでその菌が肺炎、まあ、した時の治し方ですねその全てがシャットダウンされたのと全く同じような状況だと思うんですけれども私たちの戦略としましてはそのフリーエネルギー自体 ではなくて、その他の私たちが知っているエネルギーとともにあのうまく使いながら発信していく、作っていくということを考えているんですね。プランはあるんですけれども、皆さんが想像しているのと,とはちょっと違うんじゃないかと思うんですね。なぜかというと、やっぱり結構割と危険なあのトピックであるからです。確かにね、それはやはりありますよね。まあ、そういったあのいろいろ話の中でも、例えばこう、 国がね、あの実は国自体も法人として登記されてるっていう話もこれね、あの載ってるんですけど、本当にかなりたくさんの国々が、まあ、いわゆるこう会社のようにね,ね、登記されてるんだっていうことも書いてました。これって日本もやっぱりそういう感じなんでしょうかね。そうですね、まあ、どこもそう、まあ、そこからエスケープした国っていうのは少ないかなと思うんですけれども、ちょっと。 そうです日本がそこのリストにあったかどうかというのは私は覚えてはいないんですけれどもアメリカのそういったウェブサイトをご覧いただければ日本が載っているかどうかというのは誰でも多分見られると思うんですね。南アフリカもそこに載っていますしただみんな何が起こっているか分からないでそれをやっているというのは、まあ、あのとてもおかしいなと思います。 そうですねもう一つ付け加えるとすればです、ね、このメッセージを皆さんに伝えたいんですけれどもこの昔私たちがこう経験してきたひどい歴史の中でコントロールがあったりエリートの教育社会があったりとかあとまあブレーカーのことも事実なんですけれどもこれを知るというのはすごく大事なんですけれどももっともっと大事なのはそこをあまり深く掘りすぎる。 ことしないそれによって自分たちをあの不利な状況にさせないっていうことはすごく大事ですね。 ですからそれを私たちがそのひどい過去の歴史事実を知ってそれを使ってどう解決していくかこれを私たちのタウンではやってますですから過去は変えられないんですけれども未来は変えられるそれが私たちのテーマですねこのスモールタウンでやっていることなんですですから基盤を作って世界のこのワンスモー a l l のメンバーの方たちにいかに自由と自由や食べ物ですねそういったものを与えていけるかそして 何でもあの全てでもてすね自給自足できるもの全てを自分たちで賄、まあ、えるようになっていくっていうのが理想です。です、あのー。私もですね、そのまさにその同感で、い,いかにね、今、そういったことをまずは知った上で、いかにじゃあ、どうやって自分たちが、ね、望む世界を作っていくのか、えーその、そういった、もしかしたらそういうあの古い。えー コントロールされた社会じゃなくて、自分たちでコミュニティや、えー、その中でも作っていくことができるんじゃないかっていうのを、本当に今やってるところですね。 ぜひ私たちとつながってやっていただきたいと思います。でこれは世界的な現象になってきてますからツールも,もう全て準備してありますしどこでもいつでも入っていただけるのでぜひ一緒に世界のみんなとやっていただきたいなというふうに日本でもぜひ、ね、ローンチしていただきたいなというふうに思います。でプロセスもぜひあのサポートさせていただきたいですしとてもシンプルです。でこの,の OneSmallTown というのは素晴らしいところはですねこの投資とかですねあの大金持ちになるというこの意識の でみんなこの地球をいいところにしたいっていう気持ちでここに投資するわけです。ですから自分たちだけでなく あの素晴らしい未来、そして家族、国のために、あの、この、投資をするっていうことがものすごく、あの意識と意識上の投資ですね。これがものすごく増えてくるんじゃないかなというふうに思っております。でたくさんの人が、意識の中に一つのコインでも落ちたその瞬間ですね。あの未来のその美しいあの、安全な、そしてコミュニティのための、えー、循環をするような、そういった環境をみんなで作り出すことができますし、 え安全、そして繁栄、そして豊かさを手に入れていくことができる。これはもう本当にすぐそこまで来ていると思います。とありがとうございます。あのーまあ、世界がね、どんどん変容していくよと。で、その中では、もともとのそういった宇宙的な存在、いわゆるこう人類をね、コントロールしていたかもしれない存在たち、まあ、ディープステートなどなども含め、まあ、それがこう、なんかね、敗退していって、まあ、いわゆる支配が終わっていく。その タイミングで、まあ、新しい世界を作っていかなければならない。そのタイミングでの運動が大事なんだっていうね、お話っていうのに対しては、今がその時なのかなっていうふうに思われますか そうですねもうまさにそうだと思います。このワンスモールタウンの,あの哲学は、ずっとです、ね、20年間ずっとやってきたわけですね。ただ、このパンデミックがあったこのスキャンもですねあの、全く意味のないロックダウン、この期間の間に皆さんが割と心を開いて、新しいアイデアを受け入れるような状況ができてきたわけですね。で、このひどい状況が出なきゃという意識の方が増えてきたと思うんです。 ですからそのタイミングでこのワンスモールタウンを皆さんに見ていただく機会がとても増えまして、このロックダウンで一気に広がったというふうに思っていますで。今本当にものすごい勢いで広がっておりますので、まさに本当に今こそというふうな感じがしています。あのー、本当にね、まさにこの深い深いこの、えーまあ、歴史のこともそうですし、えー、今世界が今ま,までを変えてきた まあ金融という、ね、形の資本主義、えー、金融資本主義による支配、まあ、そういったものも本当に深く、ね、読み解かれていて、えー、そこからの問題点をまずは知った上で、じゃあ具体的にはどうやって、ね、新しい文明、世界を作っていくのかっていうのを本当に、ねえー、実践されているなっていうのを本当に、えー、感動しましたし、えー、これから、ね、私たちも、じゃあその 大いなる、ね、そういった、まあ、実験も含めて、えー、それをこう参考にしながらですね、えー、新しい時代をね作っていきたいなと思いました今日はありがとうございます。よしさんありがとうございました。こうして日本の皆さんにお話しできるの本当に私も嬉しく思います。で今日は2人でとても大事な 種を植えることができたんじゃなないいかなっていう,ふうに思ってます皆さんの,あの新しいあのアイデアですねにオープンになってあの恐怖とかそういったものから出ていくきっかけになるんじゃないかなっていうふうに思います今の世界はとてもそうです、ね、狂っている世界だというふうに思いますけれどもこういったワンスムータウンのような考え方で,、えーそうですね、日本もあのこの考え方が拾って広,広がっていくことを願っています。 いや本当に今日はありがとうございます。あのー、またぜひ、ね、日本にもねお越し、えー、いただくことがあったらぜひね終わりに来たらと思いますでで。また今後ともよろしくお願いします。Alright う u y s、um, right, Bye for now、はい